敵がいる。前哨基地の中行っちゃったな。てか隣の拠点やばいことになってるやん。しかも風化しちゃってるしな。これもしかしてキャラメルたちやめたか。扉開いてますね。パリピ拠点みたいになってる。こっちの拠点はちゃんとタレット動いてて、まだ続けてるっぽいっすね。まあでも確かに前回ロケットランチャーの焼夷弾とか結構撃ったりしてたもんな。もしかするとやめる合図だったのかもしれん。そこの拠点も風化してますね。で、あの拠点も風化しちゃってるね。あそこの拠点の人たちは一番最初に自分の拠点を炸裂でレイドしようとしてて、いつかやり返そうかなと思ってたんですけど、風化して 1×2 になっちゃってるね。ちょうど今大釜拠点も崩れましたね。え？この拠点めちゃくちゃ写真飾ってあるぞ。一応タレットセーフモードで置いてあったんで、後で原陣で行ってみようかな。で、この拠点は崩れたばっかか？あんまりいいものを入って。できるな。原陣か。金属は風化してないっすね。けど石が風化してるわ。ぴょんぴょんしてる。今回でどこか炸裂レイド行きたいんですよね。まあもうだいぶ風化進行しちゃってるけど、あそこの 1×2 を抜いてもいいけどな。まあ本当はロケットレイドをしようと思ってたんですけど、先に拠点が風化しちゃったな。トレインヤードにやってきました。モニュメントパズルをしようと思います。カメラが出てほしいんだよな。パソコンしか出ない。今回は違う方の AI から倒そうかな。こっち側から上がっていきます。点火。めっちゃ狼の足音するやん。カメラ出ろよ。お、出た。パソコン。あれ。まあ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 。この拠点は？風化したけど見られたって感じか。風化拠点とかも。大量に出てそうっすね。あれ？隣の拠点さらに崩れてるじゃん。無事帰宅。トレインヤードで回収した部品機を分解しましょう。拠点維持で常勤結構取られるんで、常勤が今めっちゃ欲しい。絶対邪魔してくるやついるな。終わったよ。
無事帰宅。すげえ、チッピーとか置いてありましたね。写真すごい掲載されてる。キャラメルたちのチームは4人組だったのか。まあ、あと撮影者含めて5人。これあれかな、どっかレイドしに行ってレイドしきった後かな。こんな景色じゃないもんね。どっかレイド行ったんだこれ。いや違う、この辺か、わかんねえな。あ、この奥俺の拠点じゃん。これとか暗すぎてわかんねえ。まああれだな、ラストを楽しんだ後にやめたっぽいですね。レイドされたわけじゃない。おお、いで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 。風化進行中か。この人たちのアイテム、できれば俺が回収したいけどな。まあ、多分、レイドはされてないと思う。まだバックパック残ってんだけど。138か。崩れた後に、奥を確認してもいいかもな。さっきからこっちの方面で、爆発音がずっと鳴ってる。俺はグレネードとか豆缶の音かな？あ、なんかいるわ。あいつかな？爆発音の正体。違う気がするけどな。白クマ爆走中？うわっ、いてぇ。銃声聞きつけてきたか。とりあえず全焼基地入ろうかな。思ったけど、鉱石叩こう。ちょっとだけ奪ったアイテムを分解していきましょう。分解終了。砂漠側とか結構風化出てるかもしれないですね。実際自分が建ててた砂漠側の拠点風化させちゃったし。無事帰宅。ここまで崩れてたっけ。え、これは回収しとくわ。宝石ってやるじゃん。これがキャラメルたちが残してくれたアイテムだ。防護スーツとか分解して常勤にするのもありだな。このタレットの音は近所の拠点のタレットが反応してるっぽいね。近く通ったやつが撃たれたかも。撃たれてるわ。弾抜けしてる？なんか強そうなやついたけど。位置悪い。え、負けた。エアドロが落ちてんな。朝が来たんですけど、そこの拠点の人がログインし始めた。あのヤドロを取りに行ってみようかな。行くなら急いだ方がいいね。あれ、死んでるじゃん。自殺かな。
あのエアドロの方角くらいから C4 の音してたんだよな。敵来る可能性大なんすけど、行ってみよう。え？てか隣人これログアウトしてない？早っ。にしても前哨基地からめちゃくちゃ近い位置で落とすぞ。サプライシグナルなんじゃないかってぐらい近いけど。まあでも人の気配はないっすね。全然人来てないな。奥でミニコップがいるけどね。岩陰に隠れてるとかもないもんな。行こう。あ、いるわ。あと44秒。え？取ろうとしてたんか、お前。無事帰宅。あと耐久どれぐらいかな？残り50ぐらい。え、まだバックパック残ってんだけど。60。さっき取った梱包爆薬1枚貼り付けちゃおうかな。68だとギリ壊れないっけ。で、次の扉が板金の扉だったらもう炸裂打っちゃおう。梱包取ります。あ、壊れなかった。残り16。待つか。上から崩れるか眺めとこう。生きてる。外の寝袋で湧いて急いで回収しよう。やばくない？249ゲットしたんだが、ウーカーとかから取ったのかな。この8倍スコープがなかったらやれなかったね、多分。で、これはどっからゲットしたかというと、キャラメル拠点の自動販売機なんだよね。キャラメルの思いを継いだわ。え？てか壊れてる。行こう。しかもガレージドア開いてたぞ。工具棚あると思うから一応火炎瓶だけ持ってく。ガレージドア多分開いてたんでね。え？びっくりした。さっきのやつだ。粘着されそう、これ。あー、抜かれたと。ん？違うか。一応燃やそう。微妙だな。壊れた。常勤7。隣のメイン拠点に運搬してたって感じかな、これ。
なるほど。え？プランターありすぎじゃない？結局、炸裂弾は使わなかったな。うわ、これまだいるかも。無事帰宅。拠点にあんまり川がなかったんで、これゲットできたのでかいな。いるかな、外。さすがにもういないか。外壁を置いちゃいましょうか。これでまあ入ってこられることはないかな。ということで、今回で同盟の大半の人が辞めたくさいんだけど、まあまだね、サバイバルは続いていくんで、引き続きやっていこうとは思います。まあだいぶ寂しくなるし、あと自分の拠点がね、レイドされる可能性も上がるんだけどね。今回一応炸裂弾はね、クラフトしたんで、まあまた次回あたりに、美味しそうな拠点とか見つけたら、それを使おうかなと思います。